きなりそのパターンで。おっす。おっす。はい、今日は、はい、珍獣山口が足場に物言いたいって来ましたけど、まずは。はい。そうですね。狂犬になっとんだから、お前。狂犬狂犬するから、それから狂犬になっとんの。はい、なんですか、今日は。今日はちょっと足場がちょっとやりにくかったんで、うん、またまたま、うん、読み出しそうそうそう、はい、今日来てもらったんで、お前、下手くそ、テイク2いきますんで、じゃあもう無理っすね。うわぁ狂犬でやらせてもらってる。お前ボーイスカウトじゃないこれは。お前これ、あ、ちなみにね、ここちょっと知り合いなんですよ、僕のコスモウィンさん、太陽光やってて、まあこれチラシもくしゃくしゃなんですけど、すごいよ、老舗で十何年やってね、それはまあお値打ちに住宅の、太陽光やって、まあ今うちもコラボでやってるんで、うちからの会社からも紹介できるんですけど、まあ直接行ってもらっても全然問題ないんで、ぜひね、コスモウィンズさんって言って、もう十何年やってるんで、仕入れもすごい安くて、本当に値段も安い太陽光で、まあ足場がちょっと使いづらいと。そうですね、うん、でめちゃめちゃよく組んでくれたんですけど、うん、逆によく組もうとして、あ、よく使いづらくなってる時もあるんです。おー、うまいじゃん。あー、普通ですよ、これ設定なのに、うまいじゃん、はい、設定だからね、これ。あるんです、あるんです。え、嘘、それで来るんだね。物言いたいもんに今日電話して、ちょっと来いやって今呼び出されて、はいはい、そこに俺はタイミングよくパッと来たと。そういう設定ですよね。そういう設定、はい、設定ですよね。ですよね、ですよね。ですよね。よろしいですか、皆さん。はい、じゃあ一つ一ついきましょうか、はい、ちょっとオープニング長くなりましたけど、まずそっちっすね。まずこっち。これ全部1板ブワーッと引いてあったんですよ。あー、このアンチ板が、はい、この辺ぐらいですかね。ここ、はい、多分、いや僕の映像っすよ、もともと多分ここに板引いてあったと思うんですよ、はい、高いんで、多分上からボってきとるんですよ、うんうん、一番上からずっと1800下がりきたら、はいはい、一番最初の板がこの位置に多分なったと思うんですよね。で、上から引っ張ってきとるもんで、そうそうそう、高さをね、上からピッチを上がってきて、はい、床の高さ決めとるもんで、床の高さ決めてるんで、うん、どうしても下は端数が出ちゃうんですよね、うん、その綺麗に、あー、そういうことね、うん、で、下はここの位置だったら、ここの位置に板を入れたら、うん、一発目、ずっとその1、2、3、4、5段目の時にちょうど手伸ばしたら一番上が届くみたいな形になってるんですよ、うんうん、だから多分ここに板入れとったんですけど、うん、これがここにあると基礎と壁の取り合いが僕ら触れない。それはそういうことだよな、あれ1段目で、今ちょうどあれ形でやってるな、はい、だからあれで十分だってことだよな、だから床入れる必要ねえだろ、だから床なくても最悪手すりとかで、はい、ここに足の下できるもんで、はい、やんちゃいらんですよね。いや結局床があるもんで、あ、基礎のラインがあるでな、そうそうそう、下場の LC の下場があるもんで、でも多分あの足場の職人はいい足場を組んであげようという気で作ってくれとるもんで入っとる、うんうんうん、ほんでもうわざわざこれバラしたのかな。そうですね、まあ、まあうちは自分たちでバラせるもんでいいけど、はい、結局まあ届かんねんな、上かな、まあそうですね、だけど脚立でちょっとちっちゃい脚立入れてやった方が早いでしょって思った。はい、そうですね、だけだし、まあうちは自社だからいいですけど、多分こんな外部がこんだけバラしたら、多分もうこういうの多分入っとったら、うん、多分仕入れ屋さんのとこから電話かかってくるんですよ。あ、バラせーっす。あ、そういうことね。なんでまあこうやってやってもらえるのはありがたいですよね。僕らで言うのはすいませんでした。こちらですよ。もう終わりでいいですか。ありがとうございます。もういいですか。1個だけ、ね、1個だけ、あとっすね、もうそんだけのため。あるんです、あるんです。視聴者の皆さん、じゃあるんですよ、これが演技力ってところ見せますよ。違う、はい、演技じゃないです、これーって。いや、もっかんだよ、あのな。俺はちょっと手本見せるわ。はい、はい、自分とこうやってます、山口って思うんですけど、よろしく。この足場じゃさ、ちょっとさ、やってらんねえよ、おい足場なんか。よろしく。シーリングなんかやってらんねえよ、よろしく。やってらんねえよ。こんだけ足場組んでくれとって、こっちに、はい、こっちも今回塗装するんですよ。お客さんは多分出入りがあるって、うん、多分組んでないと思うんですよね、うん、ほんの脚立で届くじゃないですか、うん、あー、どういうこと、上がこのとこ半だろう、はい、こんな感じですよね、俺が手上げてもここだもんね、それは一番上の届かないからね。あ、流れ持ってこないですね、やるとき長い。じゃあ、シングは、はい、あ、ロングの乗せるの。どんだけロング。なので、こっちはしご作って、はい、こっちから道でやらなかったんですけど、はい、結構手間かなと思って。あ、そう、まあでも組めるもんじゃないですか。まあ、まあ、いや、組めるんですよ、組めるんですけど、まあやっぱその900のピッチ組んできても、どうしてももう2枚積もっと絶対通りになるんですよ、お客さんが、うん、なんで、まあ、うん、お客さんの出入りは大抽選ですかね。
ああ、そういうことか。まあ、第三者との接触っていうのは、まあ、そこが多分一番、ね、僕らの一番大事にしているところなので、うん、一番長い。床山口、納得した納得しました。どうした調子悪いぞ。納得しました。調子悪いよ。納得した？はい。どう納得した納得してないっすよ、まだ。お対決か。まあ、ちょっとすぐそこに居酒屋あるんで、いいっすね。居酒屋そんな近くやってるわけねえだろ、お前。10時だぞ、まだ。10時やってないでいいじゃん。刺してどうすか、刺して。こんなもんか。こんなもんっす。ね、まあいろいろね、塗装班とか足場班によってはやっぱりその足場の組み方も違うし、必要な場所もまあ違うんで、はい、まあ一概に何が正解とは言えないけど、きちっとやってくれてることが邪魔になることもあるしな。あ、まあその、まあそこはもうバランスやな。全部が100合格っていうのないで、はい、職人の声聞くでうちは結構いいよね。全然いいと思います。僕も外部の仕事やってたんですけど、はい、それうっとしいですもんね、うん、あ、そうだよな、ね、聞いてないしな、うん、ただまあうちはもう全体でやってるもんね。結局どんだけ足場がね、じゃあ、はい、楽な足場組んでも塗装班で1日伸びたらもうそんで損なのな。そうで、まあお互いに結構すり合わせのミーティング昔結構やったもん。最近ないな、あれな。そうですね、うん、昔はようすり合わせしてやったんで、みんなもちょっと職人さんとかに聞くとまた勉強になるかもしれないね。はい、うん、今日はコスモウィンズさん、はい、太陽光紙でした。十何年やってる会社の前でお送りしましたので、はい、明日はシーリングだな。このまま引き続きシーリングの動画撮ってきますんで、はい、もう一本撮んのみたいな撮ってきますんで、はい、久々にねシール動画撮ってきますんで、またよろしくお願いします。お願いします。最近TikTok だって、 TikTok か、 TikTok やり始めて、インスタもやってますね。インスタと、まあ、インスタはもう個人でもやってるから、個人でやってます。そうするとプライベート結構、お前結構出しとるな。まあ、結構プライベート出しますね。はい、だから結構プライベートも見てる、個人でも出てますんで、はい、まあ、URL かなんかは概要欄に貼ってありますんで、はい、ぜひ見てください。ぜひお願いします、チャンネル登録、いいねお願いします。お願いします。また見てね。俺がじゃあ手本見てるわ。はい、いや自分狂言の山口っちゅうもんですけど、特攻やらしまってます山口っちゅうもんですけど、よろしく。こういう風だった。こういう風、まず声出しからやるのかな。勉強になった。港祭りからか。